和彦さんが偽物だってことに倉橋さんは気づいてたんだ。それなのになぜ墓地に落ちていた写真立てと倉橋さんの部屋で見つけた写真にその理由を解く鍵がある。ここに写ってる子供は多分和彦さんだ。そうか、あの人はそこまで。やっぱりな。これで黒幕が誰かはっきりした。彼の指示で偽物の和彦さんが仕立て上げられこの島に連れてこられた。すべての目的は英次郎の残した大英帝国の遺産を手に入れるため。彼にとって和彦さんは捨て駒に過ぎなかったのか。倉橋さんに罪を着せたのも、そして蘭たちをさらったのも、すべては彼の計画だったわけだ。利根康介、そう、すなわち彼こそが今回の事件の黒幕だ。とりあえず聞いときたいことはこんなとこか。蘭たちを助けるぞ。それであとは康介さんを捕まえれば一件落着だわ。同情はせえへんで、あんたが自分で撒いた種や。ったく、世界中の不幸を一人で背負い込んだような顔しやがって。お前は大バカだぞ。そういえば倉橋さんは？せや、あの人やったら何か知っとるはずや。倉橋さんなら自分の部屋よ。和彦坊ちゃんとは顔を合わせない方がいいだろうと思ってな。ほっといてええんか？今はスミコさんがついてる。スミコさん心配やわ。念のため手首を紐で縛らせてもらったわ。本当は手錠があればよかったんだけど、倉橋さんだって今さら逃げようなんて気はないはずよ。真実が明らかになって今の彼の心境は。なるほど、せやな。あの人のやったこともやっぱり同情でけへんけどな。でこれからどうするんだ？残る犯人が一人に、人質が二人。やれやれ、どこまで行っても3がついて回るんだな。こっちも一応探偵が3人おるんや。やられるわけにはいかへんで。3人ってこのガキが？え、僕？小さな名探偵、驚異のリトルディテクティブってとこか。案外一番頼れるかもよ。まあそれは言えてる。あんた、香港の刑事なんやろ？あら、バレちゃった？そうよ、ヤンのカジノに潜り込んで麻薬密売人のルートを調べてたの。そんな時、ヤンが利根英次郎の館へ招待されたと聞いて、なんとかくっついてきたってわけ。ようやく15年前の借りが返せるって思ったんだけど。借りって？あの事件は私のデビュー戦だったの。今でも忘れられないのは、証拠もすべて揃えたのに憧れの上司に握りつぶされたんだから。もっともヤンの方は私のことなんて覚えてなかったけど。またね、それはきついな。俺よりメイリンさんとケビンさんに話しとくことがあるんやないか？
なあ、おい。ん？今朝のことだけどよ。今朝？娘があんたを殴っちまったことは謝る。あいつには悪気はなかったんだ。許してやってくれ。ティーンの女にムキになるほど不自由はしてねえよ。けど、あいつは聞いたぜ。おい！ランは俺が必ず助け出す。おめえらも、これ以上は手を出すな。俺も行くわ。ちょっと思いついたことがあるんや。しかし、マサがデカだったとはね。メイリンって名前も偽名か？驚いた。風水は？適当よ、全部。適当ね。俺の大好きな言葉だぞ。さてと、ちょいと散歩でもしてくるか。なんだ、ハズハちゃん。あなたも案外お人よしね、と思って。じっと見てるだけってのが、性に合わねえだけさ。ハズハちゃん、めっちゃ信用したの。ほんと、男ってのろまなんだから。この花瓶はあそこにあったものだわ。それから、このソファはあっち。あら、坊や、どうかしたの？お片付け大変だね。いいえ、ちっとも。だってこの場所は私のお気に入りだったんですもの。すっかり変わってしまいましたけれどね。ちゃんと手入れさえしてやればきっと昔のようになりますわ。きっとなりますとも。なんや、やっぱりお前も来たんか。考えることは同じみてえだな。時間ないで、からくりを聞かせてもらおうやないか。ああ、お聞きになりたいのは、時計塔の給水の仕組みでしたな。時計塔の地下には、湖から流れ込む水の量を調節する仕組みがあると旦那様から聞いたことがございます。館の1階を水没させ、なおかつ水位を一定に保っていられたのもその仕組みのおかげです。時計塔の鐘の音、つまり散水の仕組みもこれを用いたもので、塔中央にあるガラス管の水位は時間によって変化いたします。ちょうど1時間かけて水位は最上階まで到達し、光る後散水する、この繰り返しでございます。塔の鐘が1時間ごとになるのはこのためです。塔の1階にある機械室に行けばこの仕組みを操作する機械が見つかるはずです。つまりガラス管の中の水は一番てっぺんまで行ってるっちゅうわけや。ああ、そいつを利用すれば多分隠し部屋へも行けるはずだ。工藤、どないしたんだ。いや、水かさが増えてねえか。今よりもう少し何十センチか下だった気がするんだ。水かて流れとるんや、多少の誤差はあるやろ。一階の水を抜いたりしたんやし、とにかく今は塔に急ぐで、二人を助けるんが先決や。Thank you.
なるほど、水の昇降機ウォーターリフトっちゅうわけやな。せやけどこのまま悠長に1時間も待ってられへんで、やるか。もちろん。どうやるんだろう。船の中、いや動いてるところを見るとなんかのメーターか。はよせ駆動。ああ、これはどうや駆動。ああちょっとしたパズルだぜ。だが水圧を変化させるだけなら俺にも操作できそうだ。こいつを使えば1時間もかからないぜ。よっしゃ任したで。行くぜハットリー、衝撃に気をつけろよ。クド、早せ。映画さながらの母さん。おった。母さんしっかりせ。大丈夫か。これはあんま見ない方がいいのかな。カズハ、ランは一体どこに。確かに別々の場所なんかな。だっけそうっぽい描写はあったけど。私のせいや、私のせいでランちゃんが。落ち着けカズハ、何があったか説明せ。どこにいるんだラン。おっちゃん、外か。つまり和葉ちゃんは犯人の置き土産ってわけね。康介さんの要求は館内の時計を今のままで動かさないことか。そこまで0時にこだわる狙いはないや。この館のことだ。またどっかの扉が開くんだろうよ。とにかく今のところ打つ手はないわね。ラン。でも。なんだ。もうじき零時だよ。ほら。うわ、鼓膜が破れちまう。零時になったって。何にも起こりゃしねえじゃ。なんだ。こいつが康介さんの狙いかよ。みんなすぐに塔から降りるんだ。待ってろラン。
はい、じゃあ、今回ここで終わりにしたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。